こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日は僕一人で大連を小旅行。地下鉄の駅構内も旧正月の雰囲気いっぱい。ここはチンニーワーチャオという駅。今から地下鉄5番線に乗り換えて向かうはラオフータン。日本語読みはローコタンかな。突然ここを訪れようと思ったのは理由がある。大連生まれだという視聴者さんから今の見晴らし台が見たいと言われたから。大連生まれとは言っても中国人ではない。日本統治時代の大連で生まれた方なんだ。僕は個人的に見たい場所があるからあえて降りるべき駅の一つ先まで行った。駅前には少しヨーロッパ風の建物でも深みがないというか味わいがない。実はこの辺りは我々が結婚式をした日に撮影のために来た場所なんだよね。懐かしい。2006年5月21日、二人が将来を誓ったあの日以来、一度もここまで足を伸ばしたことがなかった。僕が見たかったものが見えてきた。正面に見える古びた建物、これは日本統治時代の1930年代に建てられたものなんだ。当時一方邸と呼ばれる料亭だった。日本統治時代、ここには高官たちが使用する西洋場、娯楽場があった。そしてその敷地内にあったのが、今見えている一方亭と呼ばれた高級料亭だ。一般庶民は利用することができなかったみたい。大連の古き町並みがお好きな方でも、なかなか知る人の少ない統治時代の建物。
日本のお城の雰囲気を漂わせる風格。ただ冬枯れしているのに、それでも木々たちは僕の視界を邪魔してくる。ここでお偉い人たちが海を眺めながら優雅に高級料理に舌包みしていたのかな。すぐ近くに大きな建物が見える。僕が大連に来た20年ぐらい前からすでにあったホテルだと記憶している。その横の道からさっきの高級料亭に行ける道を探してみよう。門が開いている。立ち入り禁止だって。冒険しすぎて捕まっちゃったらたまらない。さっきの高官たちの娯楽場は中国返還後、老人ホームとして使われてたりしたみたい。隣にあった廃墟化しつつあるホテルを見てみることに。部屋からの景色は絶景なことだろう。あそこのホテルもどうやら営業してないようだね。この辺のホテルが寂れているのはコロナの影響なのか、それ以前の話なのかはわからない。ここが老虎潭の中心部ともいえる公園。今の地図と昔の地図を重ねてみる。海だったところも埋め立てられているのがわかる。とりあえず40年前の写真と比較してみる。右隅に橋が見えてるね。これが潮見橋かな。
このモニュメントはこの地域にある伝説から来ているんだと思う。詳しく話すと長くなるので、知りたい方はネットで調べてみてください。簡単に言うと、虎に襲われてる女を男が助け、恩返しにその男と結婚したとかなんちゃら。入場料はちょっと高いけど、中に入ると水族館やその他いろいろと楽しめるようになっている。この道を渡った向こうが、今回視聴者さんが見たいとおっしゃっていた昔住んでいたエリアだね。日本統治時代、三原市台と呼ばれていた町。今はこの辺。こんな新しい建物が乱立する中で、視聴者さんの思い出に残っている風景があるかわからない。この辺はなんとなく昔の雰囲気を感じられる。この右側の石垣的なものはきっと当時のそのままに違いない。今は寂しげなコーヒーショップ。2、3軒は日本統治時代からの家が残ってるみたい。浪古潭には海水浴場もあって、避暑地であり景勝地でもあった。そんなリゾート近くのこの辺は高級な住宅が立ち並んでいたことだろう。Thank you.
僕は昔も今も地図に川が描かれている方へと歩いていくことにした。ここのスーパーももぬけの殻。昔はここまで路面電車が走っていたから、当時の人たちはみんなそうやって訪れたことだろう。これは中国初の駆逐艦、安山級駆逐艦と呼ばれるものだ。ここで保管されている。軍事的なものだけど、観光地に人々から見える状態で置いてあるものだし、撮影してもいいよね。もともとはソ連で使われてたものを中国が譲り受けたものらしい。春節で働く人たちが故郷へ戻り、店がやっていないのだろうか。それとも。草莓的多少钱？草莓。草莓十块钱。十块钱。嗯。哪个是五块的？这样的是五块的，这样的是五块的，这都是五块的。三块的。嗯，三块的这样的，蜜枣、山豆、山豆和蜜枣都三块。哪个？哪个？那草莓。好，草莓包。嗯。草莓。草莓好吃。嗯。现金也可以吗？啊，可以啊，可以，像您一样，要こういう露店でもスマホ決済が普通になっているから、一応確認しちゃうんだよね。今天天暖和，出来玩好。嗯，对。嗯。
我昨天扔，今天就十个。啊，谢谢。要我给你打开吗？不用不用。嗯。啊，谢谢。嗯。昔の写真でこの景色を見たことがあるけど、今は海岸線が駐車場になっていて味気ない。時代とともに変わりゆくのは世の常である。ただどう変えるかは人の知恵次第ってところもある。